ナー一塁、はい、ランナーも そのまさか盗塁はしないだろうね、セカンド行ってからじゃないですか、うん、だから大型の役目は川井は今日2安打ライト前ヒット2本、したがってじゃあこの大型がどうつないでいけるかがジャイアンツこの7回のポイントでありますが、難しいの言っても本当は内野安打になるところセカンドでアウトになるでしょう、はい、そういうケースもありますが、ものすごく、ね、あの範囲が狭まるんですよね、はい、打つ方が、まあ、しかしここは小畑もじゃあ足が速い方ですし、でバッターの小畑も速いと思う、でもそれでもね、際どいやつ内野安打になるやつはアウトになりますよ、セカンドしかしセカンドでね、サードとですねショートの間が全部空いてますね、はい、従って尾形としてはあの辺をこう狙い目かなという感じはするんですが、あの辺を打つのうまければ空いてないんですよ、うまくないということなんでしょうか、はい、2エンドラン低めそして尾形引っ張りましたセカンドゴロ、その守備隊形通り飛んできました、今有働なんですがすでに代打の構えとしまして鈴木貴則がネクストバッターパークでバットを振っていますので、ひょっとしたらネクストという感じになるんでしょうか、はい、ベイスターズ今日も今日いいんじゃないですか、結構そうですね、合ってないですから ね、 巨人の風ねだけどそれ言うと巨人はかわいそうじゃないですか、この風はしかしは3試合前までは5試合連続2桁安打だったジャイアンが告げられます、谷繁は三振、連覇情報です、東京ドーム6回に西武が追いつきました、1対1の同点です、ピッチャーグロスのワイルドピッチで追いついています、さあ権藤さん、はい、パリーグは本当に熱波ですね、いいゲームしてますね、こういうゲームになるとね、そんじょそこらですぐ離れないんですよね、はい、なんとなく連敗するかなと思ってもね、とんでもないことやって昨日やられたら危なかったですよね、とにかく、まあ、昨日近鉄には勝ちまして近鉄戦は3連戦1勝2敗のリゾート、落合のミスが出ました、トッソンの前ですからね、そうなんですよ、まあ、上手の手からちょっとこぼれるという感じかもしれませんが、はい、さあそしてここでダイソーに宮里が告げられました、ベイスターズそして1番の春に変えましてバッターボックスには高橋が入ります、次々と代打構成ダイソー構成をかけますベイスターズ、終盤に入りますとこのように選手を変えます最近のベイスターズ、ベンチ入りが現在野手17名ですが、まあ、ここのところのゲーム見てますと大体15人16人を使いますベイスターズ、打率が2割6分5厘、ホームラン89本、防御率が 3.96 ですね、だって全然下の方じゃないですね、はい、その代わり今6位と、ねまあ、とにかくピッチャーがいないと、あと2人先発がいれば楽になるのになというのが今シーズンの口癖なんですね、野村が大不調で昨日は三浦が先発しましたが早々にノックアウト、どうも思うように今シーズン戦うことができませんでした、序盤はベイスターズはなかなかの活躍だったんですが終盤もまして尻すぼみという形です、ワンアウトランナー1塁、おっと送りバントの構え、外す、はい、1塁ファーストランナー宮里ダイソーです、ですからね、はい、だからその辺で桑田もちょっと頭ひねってるんですよ、そんなに来るはずはないのにな、作戦の方はもうバントじゃないですかね、あそうですか、うん、放送席の2人の意見が分かれましたが、まあ、このカウントは分かんないですよ、まあ、したがってお二人が分かれるように桑田がやっぱ迷うということは迷うんですね、あっとおっとボールが取れましたが、ただ気が良ければこれ YN2 ですから、はい、行きたいところですけどね、宮里ファーストランナースタートの構えカットボール、ワンスリー、次の1球はどうしますかね、いやこれはまあストライクからワンスリーやりますよ、はいはい、ファーストランナー宮里バントをしました、キャッチャーが取るセカンドフォースアウトだ、ボックスセーフだ、セーフ、フォースアウトかと思いましたがセーフ、記録はフィルダースチョイスかエラーか、あーエラーとつきましたのでショートの払いの足でも離れましたか、するとなんかついてるような気もしますね、はい、まあそれこそそばにいる人がそうですね、まあ、そばにいても分かりません、大体タイミングで見てますからね記録は村田の悪送球ということで
キャッチャーの村田にエラーがつきます。さあ、ワンアウトランナー、二塁一塁でバッターは石井。さあ、戦い、追加点の大きなチャンスをベイスターズが迎えました。桑田ピンチ。ツーアウト、一塁二塁が抜けて、はい、今回はきっちり行きながら、味方が守りが足引っ張ってますからね、はい、これでやられたら、今日のゲームは苦しいですね。そうですね。そうですね。もうやっぱり僕はそういうのはなんとなく目に見えない疲れがね、こう出て、やっぱり守備のこの動きも悪いですよね。はい。長嶋監督、首脳陣、伝統していない骨、その通り、ベンチに6回と腰を下ろしていますが、セカンドゴロか、セカンドが取る。一塁はアウト。ランナー、二塁三塁へと進塁しています。ヒットがないだけにね、こういうとこっていうのは、ローンっていうのは、強いんですよ。パターンがみんなスライダー引っ掛けてますからね、これ掘ったらセンターに打ち返してくるんじゃないですかね。スライダーカーブをみんな引っ掛けて内野ゴロなんですよ。ローズと桑田、今シーズンここまで11打数2安打というとこなんですが、さあチャンスでローズ、桑田対決。大きな大きな山場を迎えました。ベイスターズ・ジャイアンツの20回戦、初球がボール、2球目桑田、三遊間抜けた、ないとこれはいいコースですけどね、もうバッター狙ってますから、まあ、しかし踏んだり蹴ったりですね、桑田にとってはね、味方はエラーするからいいとこ投げれば。ブランクスはピッチャーゴロに切って取りました。しかし